死ぬほどクレジット入るね。よーし、オッケー。じゃあお前ら盛り上がってるかー、盛り上がってるか。遅れてごめんね、死んでました、すいません。だいぶ押しちゃいましたけど、超人ホリピックザビッグワイド2日目武器やり格闘ゲーム初代サムスピ大会始めたいと思います。1回戦、ベイホーマスオバーサスメガモン、準備ができたら始めるんだ。うわー、サンクロム総研宇宙最強の男ベホマソー 1P 側へ 2P メガモン、さあ初代サムライスピリッツ、まずは武器あり格闘ゲームの一発目、大人気ゲームですよ、スーパー大人気ゲーム、スーパー大人気ゲームですよ、新作ゲーム 1P 側、ベホマソーの10名 2P メガモンのアスピック、いざ慎重にレディーゴーということで、さあまず距離取る、右で挟んで転がってキックで、おっと消す、消す、お尻、消すから安定が強い、お尻、俺のお尻の匂いを嗅げと、ジャンプ攻撃を与えていくような、どうだ、お尻だぞ、見たか、お尻だぞ、牛島いい肉。見ましたね、見ましたね、見ましたね、すぐ消す出すかな、あの女。さあそれで足回りでベオマスを焦がして、まずは振っていく、ヤギに倒してジャンプチード落としてくれます。おっと、ジャンプ大切り刺さって、まあ、足払い、まあ、足払いで焦がして、で飛び込む、当たらず、当たらず足払い、さあどうなる、おっとアスケクメガモン若干ピンチ、決定凍結カツロを生み出したいか、振りまして、ブッパラシングが落ちて、中切りブズッと中切り、まず一歩接種、俺のケツを見ろと、俺のケツを見ろ、どんなケツだ。アスケクお尻攻撃、ちょっとベホマソには通じなかったか。さあ2本、まずファーストアタック2発決めて、しかししっかりジャンプ中で、判定の強いジャンプ中で返していくのはベホマソ、素晴らしいプレー、ケツケツ、おっと遠目の前から大切りでしょうか、出していくしゃがみ台でしょうか、飛び込んで、おっとローリングで落とされて、ダウンを奪われる、おっと1回ぶっ放していくぞメガモン、おっ大切り回転、ピヨピヨったか、死んだかこれ、ピヨンはそういうこと、1回戦突破おめでとう、そんなでかい忍者がいるかと、そんなでかい忍者はいるかと、そんなでかいババアはいるかということで、感じで忍者、じゃあ銀山さんとモモさん、じゃあおお丸とナコルですね、正規を決めるんだ、モモさんこだよ、銀山も、モモさんと銀山さん、ぎはい、最初はグー、じゃんけん、ほい、はい、これ、あ、終わったか、大丈夫、終わった、さあ優勝候補ヒットと言ってもおかしくはないでしょう、ももさんのナコルルが 2P へ、対して銀山、ハオマルですかね、 1P 側へ、さあ初代勢に一矢報いることができるのか、相手はニュータイプだぞ、気をつけろ銀山、よし、サリピア味のクッキー食べちゃうぞ、サリピア味のクッキーを食え、お前ここにあるぞ、今日は3カ所でクッキーが食えます、さあ銀山始まった、ワピーが 2P 初代勢のモモ、完全なるニュータイプ、高を使って近寄って、そのまま小切り当てていく、さあ切りからアンルムスをキャッチで近寄って投げて、スッと刺してダウンを奪う、小切りで、あ、ショキックで VR 銀山赤攻撃が当たりかと、オートは空対空落とされる、サムライスピリッツらしい戦い、中切り挟んで画面端体を入れ替えて、あっという間にまずモモ一本接種、こんなにナコルル強かったっけって感じで、まあですね、自分今サリピ味わってる間に1枚終わってますよ、終わってますよね、秒殺の格闘技サムライスピリッツ初代、さあつばぜり合い、勝ったのはモモ、ランダムで発生するつばぜり合い、この辺も勝負の分かれ目になるか、すげえ今ヤドロポップでユンピョーしてる、すげえな、ユンピョーですね、さあここは中切りかわして中に捕まってトリッキーな攻めを見せていく、トリッキー大切りかわしていなして、フェイント中切りガードして裏回ってこかしているのはモモ、将棋に挟んで危ない、近寄って、さまざまなネタがあるこのゲーム、おそらくモモさんそう登りたい、おっと登りたい、入ったあのヘリ、ワンチャンあるのがこのゲームのいいところ、どんだけのガチ勢とか大切り当たれば勝てるんだけど、カムイぶっ刺して、まずはカムイ刺して、モモ中東に一回戦突破めるぞ、強い初代勢の牙城を誰が崩すのか、すごいですね、これでホントアッガイそのまんま、アッガイそのまんま、ストガンのアッガイそのまんまということで、じゃあ3試合目勇者よし、あとは俺たちのアイドルエアガイつかめ、じゃんけんして席を決めるんだ、さあエアガイつかめ、いきなり初代勢と戦わなければいけない、
エアガイツ仮面が勢いよとツーピー。そして、勇者ヨッシーのケツが火を吹くのか。さあ、勇者ヨッシー、全一アースクエイクと言っても過言ではない勇者ヨッシー。さあ、ここは、今年から初代を始めたエアガイツ仮面。と、つばぜり合いから、まずはつばぜり合い。主役の一戦。さあ、武器落としたよ。中切り外して、近づいていく。武器なくてもケツで飛べんだよと。まあ別に俺ケツとかショキックあるし、みたいな感じで。あ、ステーキ。無敵のショキックで近寄って。無敵のショキ、本当に当たんねえよ。当たんないね。あんな判定が強いシャコトの大攻撃が当たらない。さあ、ケツに近づいて、俺、うまい。よく見てる。エアガイツ仮面。初代でエアガイツ。エアガイツ仮面が、俺は全部勝つよと。おっと、勇者ヨッシーが今3秒以上地面にいた。まずはエアガイツ仮面切った。ホットプレート一本選手。さすがに武器持ってないぞ。鉄板も冷めるみたい。最初に武器を落としたのが勝負が分かれる面だったのかもしれませんね。さあ2歩目、エアガイツ仮面絶対に勝ちたい。この試合の競り合いから1試合目からいきなりっと深かった。で、地面が温まった。地面が温まった。飛ぶぞ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 と。熱いんだよと。飛べないデブはただのデブだということで、軽快なジャンプを見せていく勇者よし。おっと、さあ、エアガイツ仮面、飛ぶ飛ぶ。エアガイツ仮面もバタですね。バタになるのと、どっちもの地面がバタ。ホットプレート、地面がホットプレート。完全にホットプレート。ジャンプ攻撃してるだけの簡単な。足が熱いと。これエアガイツ仮面勝てるんじゃねえのヨッシーに。と、中切りエアガイツ仮面を見ると一回戦突破。強キャラとはいえ初代勢を倒した。お見事。じゃもう一回言っときましょうね。お前見てでけ、そんなにでけえ忍者がいるかと。いるかと。お見事でございました。じゃあ次、次はヤガモンの半蔵とザコさんの、ザコさん、ザコさんどうと挨拶。手打ち占領京四郎にもう見下り犯叩きつけて、あ、そうなんだ、平野ゲーハンになりました。なるほど。じゃあヤガモンとザコじゃんけんしてすぐ決めるんだ。いやー、ヤガモンいる。ヤガモン、ヤガモンどうだ。ヤガモンいた、ヤガモンいた。じゃあザコ、ザコさん、ザコさん、ザコさん、はい。と、ザコさんが表面上のいい人を。さあ、初代勢偽りのいい人が出て言っておくが、ヤガモンどっちでもいいですよと。来年の主役ヤガモン、悪いけど1試合目から正念場ですよ。真面目にやってくださいね、初代勢。ちゃんと骨は拾って、死ぬなヤガモンって言うから言ってやるから、ちゃんと。さあ、ゲンアン、ゲンアンと、え、あ、覇王丸の遠藤してるよ。おっと、忘れんなって。自キャラを、自キャラを忘れる。お前そういうつもりでやってんのか、お前この野郎。さあ、早くもアルツ、ザコ、アルツハイマーヤガモン、スーピーエ、初代勢を殺せんのか、どうなんだ。バトルファンタジーの世界から青丸を買って初代の世界にやってきたよ。放送禁止エリア破壊して、放送禁止エリア破壊して、おっと、攻撃が見られる。真面目にやりましょう。ヤガモン頑張れ、距離を取って。さあ、刻んでくるぞザコ。ゲンガン、見下り本を京四郎に叩きつけて、今日はキャラを変えてきた。オスラーかな、オスラーで近寄って、おっと、つばぜり合いで、ヤガモン頑張れ、勝て。と、お互い、お互いやって。さあ、ここ体力が減っている状況だな、ヤガモン。これはお互いあれですね、完全にグラビリですね。もう重力、重力が重たい、止めない、止めない、飛ばない。逆ですね、さっき、ね、サクプレートだった。一回もジャンプしてないですからね。さあ、じゃあ、ガシ払い。裏で近寄ってくるザコ、これに対して中切りを差し込んでいくヤガモン。すごい差し合い。で、スラスラスラで、残念、スラスラスラと。あ、そんな技あるんだなみたいな感じでヤガモン。まずザコが一本選手。さあ、どうする。初代勢が思うがままになってしまうのか。さ、サムスピー、2013年、変えていきたい。最後で掴みで、スライディングガードして、バズリアイの勝ったよヤガモン。取って、さあ、武器の前に重なってヤガモンの立ち回り。スラ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 、この野郎と中切りを差し込んでいくヤガモン。まあ、しかしダウン奪われて武器を返されて、大谷、しかし半額決められる。危ない、中切り挟んで、さあ、放送禁止エリアの前に投げられた。すげえ減った、死んだ、すげえ減った。ったのはザコゲンヤン、お見事。やはりヤガモン、初代勢の壁は厚かったか。じゃあ次ですね、ブリキ24、デイヤキ、ブリキ24とデイヤキ、じゃんけんして席を決めるんだ。ブリキ24いますか、ブリキ24。はい、さあ、タムタム、ブリキ24、タムタム、デイヤキ、ワンフーというレアキャラがここで潰し合っちゃう。残念でした、潰し合いです。タムタムとワンフーはこの1人、2人それぞれしかいないです今回大会。さあ、ブリキ勢であるブリキ24、昨日も大活躍してくれましたが、
今日は初代サムライスピリットでどのような戦いを見せるのか、アビガエ対してレアキーワンフーを使って 2PA レアキャラ同士の尽くし合い、ここいざ尋常にレディーゴー、尋常に青青青ですよ。さあまず後ろに下がって飛び道具を投げていくのはブリッキー24のタンク、まあゲームソーを読んでる世代としては弱気だなと言われていた。大切り、あのヘリぶった切って、今の攻略ではどのようになってるんでしょうか。近寄っていって宙切りを刺していく、で達人ボム、達人ボムを打って飛び道具ドクロを投げていく、どうする飛び道具、おっとケツ、見たくもないふんどし姿を石島ゆにくばりに見せていく、危ない達人ボム、いろいろはみ出てますね、いろいろはみ出てます。さあここは達人ボムね、達人ボム当たんない、いいよ手焼き、あっと大切り使ったところに何が当たったんだよくわかんないけど、ブリッキー24が一発与えた、達人ボム、達人ボム骸骨、達人ボム骸骨と達人ボムは、おっとめくりでめくりでガンキャノン出していく、ワンフで達人ボムで削って、ガンキャノンだってガンキャノンで、ガンキャノンガード仕切って勝ったのはブリッキー24、まず一歩選手、いやーあのガンキャノンはちょっとガードがちょっとわかんないですからね、難しいですよね、難しいですよね、今見ても難しい。さあ骸骨投げて、ここは大切りが刺さる技の隙、手焼きワンフ攻め込んでいく、ブリキゼここは負けられないが、大切りドブッと刺さって、大切り押してるだけに見えるのは俺だけでしょうか、さあどうなんでしょうかなんだそれは、ローリングを出して後ろに下がって、ゲルググです、おっとゲルググです、ゲルググ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 、完全にゲルググ、ビームなぎなた、ビームなぎなたを出してるのこれ大切り、さあゲルググ殺法が通じないのか、手焼き一歩取り返す、さあどうする、レアキャラ同士、レアキャラ同士、ここでどちらかが脱落してしまう、と骸骨ごと、骸骨ごと切り取った、で達人ボム、達人ボム当たんない、達人ボムさっきから精度が悪いですね、当たんないですよ、大切り飛ぶっと、あっという間に体力サムネジぐらいか、タッチボムよしを取りに行かせていない、ジャンプで投げた、刺して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 、ブチ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 と、タッチボムビスッと売り切れてた、売り切れた、タッチボム売り切れ、ボムボム補充して、危ない勝負に挟んで、ガンキャロン、ガンキャロン、ジャンプ力で、さあここは武器を落としてしまう、ガンキャロン使うと武器を落としてしまいますからね、ここは大切り差し込んで、タッチボムで違いません、大骨、そして将棋に刺して近寄ってくる、投げ、投げた、しれっと投げて、しれっと武器を拾って、で達人ボムガード、達人ボムがどうもさっきから手前で落ちちゃいますよね、そうですね、ちょっと使いどころ、これガンキャノンガードで死ぬんじゃない、そうですね、手焼きガンキャノンだそう、しかしまない、払いで手焼き大勝利、お見事、さあ次、じゃあ初代勢森下さんと IK さん、じゃんけんして席を決めてください、森下さんと IK さん、さあ IK さん、これ初代勢殺したいですね、さっきから正しい技名一個も言ってないって言ってないみたいな、もう知ったこっちゃねえよみたいな感じで、さあ IK さんワンピエ、さあ初代勢出てきた森下 2PA、 森下ガルフォード、ガルフォード超優勝候補ですよ、絶対的優勝候補森下ガルフォード 2PA、 これに対して大丈夫です IK さん、大切り2回やったら勝てますよ、なんとしてでも一矢報いてほしい、そのワンチャンあるのが初代サムライのいいところなんだ、サムライスピリッツシリーズ全体でいいところなんだ、負けたくないところ、さあいろんな攻め見せてくれ森下、このハリケーン、ハリケーンアッパー当たったよ、ハリケーンアッパーから、さあお攻めハリケーンアッパーから、さあここで一回距離を取って、おっと大切り、大切り、おっと繋がらない、絡ってシュガーピヨって、しかしピヨっていた森下、ここは非常な攻めでズバッと、まず一本接種、初代勢負けられない戦い、勝って当たり前だと思われている人間たちのそういう気持ちもね、大変なものがありますから、プレッシャーも大変なものがありますからね、テンプレスター打って、どうぞアウト、大切り入っちゃった、攻めが裏目に来たか、プラズマプレートかな、危ない、出まして大切り、ガードさせて中切りを差し込んでいく、森下犬をしっかり打つと打ってみ、上から来た、しっかり相手ガードしていく、おっと飛び上がったけど、投げられた、投げられた、両上げジャンプを引いて裏から大切り、勝ったところに大切り、スマット相手森下ガルフォード、順当に1回戦トップ、おめでとう、はい、じゃあ次だよ、7試合目死にかけ右京タケヤン
半蔵。あ、じゃんけんして手首までね。さあ、1942勢の死にかけ。そして今日の目標は、サムライスペースで優勝することじゃなく、1942を全面クリアすること。相手は観光連盟だぞ。業務用ゲームとかけねえぞ、絶対殺せ。竹谷の半蔵がスピー。観光路線の右京がハッピー。バカって。バカって。どうも、何かを、何かを仕掛けた。もずって、3分の1。何気が振り切れた瞬間にモズを決めていく。竹谷。スワメ返しが登れ出ない。今日は竹谷は玄関ではなく、半蔵。出ない。おっと、どうした、あれだけの精度でスワメ返しを出す人間がどうして初代の出ないんだ。で、シャドウコビーからの。シャドウコビーから。しゃがない。待って、しゃがみたい。お前は一生間これやってろよと。竹谷の攻めが、竹谷の攻めが非常なまでの攻めになる。竹谷の目的は初代勢殺すことです。まずは観光連盟を殺さないといけません。並ぶって手裏剣打ってジャンプ撃。さあ、そろそろ死にかけ、技が一個も出てないけど大丈夫か。一個も出てないぞ、一個も出てないぞ、大丈夫か。売り切れてる、売り切れてる。ささめき売り切れ、つばめ返し売り切れ、つばめ返しが見たい、つばめ売り切れ。あ、このゲーム、アウト大吉、下が見たい。決めていく、出ない出ない、つばめ返しが出ない、つばめ返しが出ない、何も出ない。いいですね。大至急誰か買ってこい、大至急つばめ返し誰か買ってこい、ドキオトで買ってこい。売り切れている、完全に売り切れているって。死にかけ浮き下ろすつばめ返しが何とせない。どうするんだ、投げて、放り投げて、さあ出ない出ない、何したいんだ、大切り相手、大大死にかけ浮きを大切りだけで半蔵殺していく。つばめ返し完全売り切れ、まあ、つばめ返し旬のものですからね。そうですね、旬ですからね、生ものですから、生ものなんで仕入れランナーです。今仕入れアイテムです。出た出た、やっと仕入れた、死にかけ浮きを、やっと仕入れ、また出ない、一回だけ。さあ放り投げて、放り投げていく。さあ竹谷、ここはあんな売り切れてるやつに負けたくないところ、どうなんだ、出ない、てあーっと移動してくる、大切り中切り挟んで、竹谷一回バックステップして手裏剣、出ない出ない、出ないから大丈夫ですよ、空対空で落としていけばいいんですよ。でもバックステップ後必ずワンセットで前ジャンプしちゃうのがやばいですよ。どんな入力してんだよ、どんな入力してんだよ。危ない危ない、あれだけ残黒で精度の高いコマンドを出せる死にかけ、出ない出ない、出ない出ない出ない出た出た、当たっちゃう、当たっちゃう、逃げ逃げ、出ない、あ、竹谷、あいつ逃げる、出ない、あ、出た、3回目やばいぞ、追いかけろ、逃げ出せ、どうすんの、なったろ、竹谷、お見事、かっこれぜ、売り切れか、これで締め上げた、お見事、完全に死にかけ無強のツバメ返しが売り切れていた。ありがとうございました。さあ、じゃあ次、じゃあ1回戦最終ですね、ペコマックス戦場教師郎ガロボーシャルロット、じゃあペコマックスとガロボーじゃんけんして席を決めてくれ。さあ、ガロー伝説2、前昨日の頂上オリンピックガロー伝説2を優勝を飾った最強のミスター MVS ガロボー、今日は 1P 側へサムライスピリッツの世界に友情参戦、 2P ペコマックス、ここはお互い潰し合い、なんとか大番狂わせを起こしたいところ。さあ距離を取る、ガロボー、ガロボーさんのシャルロットはバッタではないのか、しゃがみ込んでいる、中銀から全力をするの動きを、飛んで飛んで飛んでめくって、そのままフラッシュワード、ギャンです、ギャンギャンの技を見せていく、しかし飛び飛び投げてジャンプでかわしていく、からノッガードしていく、さあヨガファイヤー、ヨガフレーム、ヨガフレームをボムと一緒にガードしていく、ガロボーどうする、差し合い振り離せるから中切りを振り合う、両者ジャンプして空対空は失敗、爆弾が置いてある、ボムと、おっとここは空中竜巻を当てていく、ペコマックス、さあ大切りしきゃって、あなたと一気に追いついて、追いついてダメ端寄せて投げていく、ジャンプマン掴んでダッシュ投げは、ダッシュ投げ返し、投げ返していくガロボ、落ち着いてる、ストリートファイター的な戦いで、まずはシャルロットを使って一本選手、さあガロー伝説2大会昨日優勝したガロボ、サムライスピリッツがどうなのか進化が問われる、
一つのゲームを極めたからといって他のゲームをやらない男ではないからも素晴らしい。飛んで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 回って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 るんですよ。回って回ってスプラッシュワード、ギャンのギャンから教わったスプラッシュワードを使っていく。カルボンどうする、違って将棋でどうしようもねえな。あとここは投げたところギャンの攻撃、スプラッシュハンドで大ギリシャガレイ下ってからの投げでポイント、ベゴマックスも落ち着いてる、いいぞ。フュージョブジャンプ、ここバック弾が爆弾ガードできる、爆弾ガードできます。おお大ギリ当たって、強いガロボ、まずは1回戦突破おめでとう。さあトーナメントをどこまでガロボーが表すのか期待したいところ、注目。いやーいいですね初代も。じゃあ次、ヤムチャですね、ヤムチャ SAC、 SAC ヤムチャ、ベホマソーさんじゃんけんして正義を目指す、こっち。さあリアルヤムチャ SAC が今日は初代サムライスピリッツの世界に乱入。大丈夫ですよ、今日は SAC さん当然あのゲーム普通のゲームセンターなんでお酒入ってないですから、ね、今日は酒飲んでないですから、ね、ヤムチャにならないかもしれません。さあヤムチャ対ザンクロムソケン、先ほどのとこヤムチャ、相手はザンクロムソケン、めちゃくちゃ強いやつだぞ、ここで殺しておけばヤムチャでも卒業できるかもしれません。確かに。さあヤムチャまずはバックジャンプで様子を見るか、どうするかな、テンプルさん。さあ、いやー、ザンクローム諸君大会メインイベントの優勝候補、ベホマソー。正体ではどうなのか。今日は、野球十兵衛を使って参戦。ジャンプで近寄ったところに、小大と足払い渡す。足払い、大足で転がして。転がして、めぐってきたぞ、めぐって足払い。足払い。危ないぞ、やぶちゃん。頑張れ。まあ、足払い、足払い。大足払い、引きないしね、十兵衛。いやね、強いね。さあ、この投げて。投げていくのはベホマソー。さあ、翻弄されてる状況、やぶちゃん。頑張れ。中切りで一旦追い返して大切り、しかしここは読まれていた、当たらない。大切り振り回していくヤムチャ、さあヤムチャどうする、中切り当たって、ここは順当にまずベホマソキャンセル、パワーウェーブ、パワーウェーブで一本先週ベホマソ、お見事。さあ2本目ヤムチャ、あとはないぞ SAC、 頑張ってほしい。SAC が固めてる、おだよ大切り、おー大切り、まずは潰しておきたいザンクロゼ、おっと昇竜拳、ダイルラッシュいった、いいぞ。ヤムチャには昇竜拳がある、ローガフーフー拳ですよ、ローガフーフー拳がある、注意に出さんで、まずは大足払い食らってしまう、昇足ガードして技が創生する、ダメージ入れ替えて注意に出さんで、下がっちゅう、下がっちゅう、頑張った古谷トール、古谷トール、俺だってやれるんだよと、空人最強を目指すヤムチャ、一歩取り返す。さあズバゼリアイ、ここはベホマソが連打で勝っていく。さあ武器がなくなってもりか、しかしファイターに武器がいらないんだよ、ヤムチャは武器がなくなってもローガフーフー拳がありますからね、大丈夫ですよ。飛んでキック、上げていく、おっとここからで転んで技を飛び込みからオブと武器を振り返す、しかし怒りゲージがマックスなのはヤムチャ、どうするヤムチャ、大切り挟んで中切り、ジャンプで大切りは外して、外して、オーパーウェブ、あっ大キック、あたたた、大切り振りパス、いや、なんで、ね、攻撃で外したところに、大切り、パワーウェーブ、繋がってない、オッケー、まだ生きてるよ、ヤムちゃん。ヤムちゃん、早期弾を出すんだ、早期弾。しかし、着キックで、勝ったのは、ベホマソ、お見事ねえし。早期弾って。早期弾が出せなかった。残念、ヤムちゃん。ありがとうございました。ベホマソ、ジューベイが、勝ったと。さあじゃあ優勝候補ももさんと、新サムゼアサミヤさん、アサミヤおいナコルルジューベイですね、おっとここであれじゃないですか、あそうですね、チバレーとチバレーとチータケオの戦いが、じゃあももさんいらっしゃいますか、ももさん、あももさん後ろ後ろ後ろ、コマーシャルですよ、コマーシャルですよ、サムスピのサムライスピリッツのコマーシャル対決、ここに実現、ワンピーガワアサミヤおいの、ジューベイチータケオ、片や散歩する人、片やなんかよくわかんないの、コンサルトとかいうなんか変な会社のやってる姉ちゃん、あとヨガあとヨガだ、さあヨガ対ヨガ対散歩、どっちが強いのか、どっちが体にいいのか、どっちが体にいいのか、レディーゴー、ヨガが武器を取って、とりあえずヨガが武器を取った、
しかし散歩すぐに武器を拾い返す。まあ、散歩してますから、ね。散歩してますから、ね。それは武器ぐらい拾いますよ。おお、あったあったって。さあ頑張りチータ君。注意だって。相手のモモさんは初代勢。それに対し新作勢の浅見は多い。負けたくない。さあチータ君、まずはパワーウェーブル打っていく。チバレイコに直撃ダメージか。さあチバレイコ、チータ君を投げていく。そっからそう、なんか今レラーかあんのかで、ちょっとバケで出たか。バケで出てました、ね。さあパワーウェーブル。おー、ワンヌムスベで返していくチバレイコ。ここはどうする？おかしながしゅう、チータ君の中切りパワーウェーブ。チータ君。チータ君、危ないぞ。ダキック、あ、チキック。ヤトル、ヤトル、ヤトル、ユンピョから投げではなく。ここはチータケを、まずは優勝候補一等の千葉玲子から、一本接種お見事。ヨガじゃねえんだよ。ヨガじゃねえんだよ。散歩だよ、この野郎って。散歩だよ、この野郎だと。チータケを。ここはまず一本接種。さあ、ここよ。初代勢倒せるのか、そのためおっと、武器を取った。武器取って。チバレイコ散歩勢は武器を拾えるが、おっと拾わせるのか、ヨガ勢はおっと武器拾わせた、あ拾えた、っぽくないですか、なんかガーッてないなんかね、後で初代勢に聞きたいと思います。さあこれは着足挟んで浅見葵頑張れチータケヨ、本当に死ぬのは許されないぞチータケヨ、ダメだよ、ダメ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 、チバレイコ殺せ、危ない危ない、頑張れ、ギリギリです、ギリギリです、チバレイコギリギリアウト、チバレイコどうする、チバレイ勝った、桃勝った、桃勝った、私はヨガで生きていくと、私はヨガで生きていくと、いつか千葉玲子の手足が伸びる日が来るかもしれません。ありがとうございました。じゃあ次、クソ川忍者、アースクエイクとエアガチカメ、おっとエアガチカメ、エアガチカメ、またもまたもデブ戦、デブ戦、エアガチカメ、デゲー忍者、デブキラーになれるのか、エアガイツカメ。